ボーサリスことボリス・ティツラールはオランダのフェンドーに生まれ、現在はイギリスのロンドン在住。ボリス・ティツラールはオランダのタレント小番組アイドルズの第2回目優勝者である。オランダでの一連のアルバムの成功を受けてロンドンに移住した。2007年のライブボーサリスとしての最初のリリース曲は C ・エソン・ファイアであり、この曲は2012年8月に オランダのオルタナティブミュージックチャートで5位を記録した。EP 版は、ハウスミュージックのプロデューサーであるマヤ・ジェーン・コールスと、ドラムン・ベースのプロデューサーであるカリバーのリミックスも収録され、リリースされた。また、ボーサリスは、チェイスステータスによる2013年リリースのアルバム、ブランニューマシン収録曲である、ブリージングに参加している。ティツラールは、ボーサリスとして、デラムレコード、 ユニバーサルミュージックグループから2枚の EP 版をリリース。ザ・アディクト・アンド・リトルビットもありミックせず、そして最新アルバムであるゴールドは2014年5月にリリースされた。2015年8月、ボーサリスは日本のミュージックレーベルであるエヒムジカと提携し、日本の人々へボーサリスを知ってもらうために共に動き始めた。ボリス名義ボーサリス名義。 ありがとうございます。